名古屋ドームです。セリーグ公式戦中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ここのところチームの調子はあまり良くありませんよね。そうなんですよね、まあ、ちょっとねチームを、ね、沈みかけんですけども、まあ、なんとかこの試合頑張ってほしいですね。はい、期待しましょう。のピンチを迎えています。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。そうですよね。まあ、ただピンチでも落ち着いて投げられるピッチャーですから、簡単に打たれはしないでしょうね。引っ張った、ファーストを取った、一塁そのまま入ってアウト、ツーアウトランナー三塁と変わります。西さん、長いシーズン怪我などもありますから、年間通してベストオーダーが組めるかどうかっていうのは大事ですよね。そうですね、それを含めてがチーム作りですからね。そのあたり監督の采配にも注目が集まります。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の杉内。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。バッターは大島。さあ、小宮山さん、今シーズン自身初の登板となりましたが、いかがでしょう。まあ、緊張していると思いますけど、頑張ってもらいたいですよね。緊張の満塁で追加。バッターボックスには3番松井。ドラゴンズ、この回1点を失っています。さあ、2点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。いや、小宮山さん、ホームランからの得点で始まったこの回ですが、ご覧になっていかがですか。まあ、ホームランからの流れでまだピンチが続いてますから、ここでしっかり踏み止めたいですね。さあ、もう点はやれないところ。宇宙から持っていった、ワンバウンドヒットになった、二塁ランナー三塁も回った、サードランナーがホームに帰っていきました。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、ファーストランナーもホームイン。ジャイアンツ追加点、5対0。ドラゴンズなおもピンチが続きます。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、バッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。3番バッター松井。前の打席はシュートをうまく打たれましたから、今度はその使い方は考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。低めに外れてボール、ボール先行です。豪快なスイング打ちました。ライトへ打球伸びる、すればいいでしょうか。まあ、そうですね、小技もありますから、セーフティーバントなんかも警戒しておきたい。頭上ぐんぐん突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。初球でした。ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。ドラゴンズ追加点を許します。7対2。スライダーが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点になるかもしれません。バッターボックスは3番松井。まあ、ドラゴンズとしては最後まで諦めないためにもここでしっかりと抑えないといけませんよ。なるほど、そうですね。まあ、ここはバッター狙い撃ちしてきますから、甘いと大怪我の可能性がありますね。なるほど、さあ何を選択してくるか。アウトコース打ちました、ショート取った、セカンドフォースアウト、
いですね。当然ベンチもそれを期待しているでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。空振り三振、試合終了。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。小宮山さん、今日も連敗脱出なりませんでした。ね、ちょっとやること、話すことが違うという感じしますね。明日以降の修正に期待したんですね。勝ったジャイアンツ、大量点を取って敗勝ということになりました。一方ドラゴンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。